風の歳時記。巡り来る季節をラジオエッセイで味わう風の歳時記。お昼のひととき、少しリラックスしてお楽しみください。この時間は MBC 開発の提供でお送りします。一つ一つの思いが重なって街は成長していく。不動産、建設、資産活用、相続、保険、広告、養殖、いろんな場所でつながりながら、みんなの夢が実る未来へ。 MBC 開発。とっちらかって目も当てられない我が家に、いきなり来客の知らせが飛び込んでくる。明日までに仕上げなければならない仕事があったことを、前日の夜になって突然気づく。本命の彼とのデートに向かう途中、自転車で転んで激しく顔をすりむいてしまう。放送局のアナウンサーだったら、スタジオに持ち込んだニュース原稿を読もうとしたら、なんと原稿の中の一枚が抜け落ちていた、などなど。絶体絶命のピンチは、誰にでも一つや二つ心当たりがある。この夏からメディアを騒がせてきた前の兵庫県知事の一件。パワハラ疑惑やおねだり疑惑、そもそも告発された本人である前知事が、職員からの内部告発が公益通報に当たるかどうかを判断するのも変な話だ。県当局の厳しい告発者探しの挙句、県職員が命を落としたというのに、党の前知事は、道義的責任の意味が分かりませんというのだから、やれやれというしかない。この若い前知事の振る舞いをテレビで見ながらふと思い出したのは、オストリッチシンドローム、ダチョウ症候群という行動パターンだ。ダチョウは天敵に追われて追い詰められると、いきなり砂地に頭を突っ込んで、周りの光景から目をそらすようにする。目の前の現実が自分にとって危険だと悟った瞬間、今の状況を受け止めることができなくなり、砂に頭だけ潜り込ませて今をやり過ごそうとする。しかし、頭を潜り込ませて周囲を見ないようにしても、ライオンやヒョウなどの天敵が迫っている事態には変わりはない。当然餌食になってしまう。いくら、僕にはそんな事態は見えてません、僕には僕の世界があるんですと開き直り、現実から目を背けたところで、結局は現実に戻るしかない。たとえ怖くて不安で苦しくても、周囲の協力を求めながら、適度に現実に関わって自分自身で現実を変えていくことしか道はないのだろう。避けて通れない現実を目をつぶって当面ごまかしても、その結果は確実に自分自身に降りかかってくるのだから。若きエリートの前の兵庫県知事に限らない。僕だってしばしば考えたくもない、見たくもない、でも逃れようのない嫌な現実をとりあえず見ないようにして、まあいいかとやり過ごしている。人様のことを言う資格はない。そうそう、ダチョウ君の名誉のために付け加えると、そもそも
天敵に追われるダチョウが頭を砂地に潜り込ませるという習性はないそうだ。餌を食べるために長い首を地面に下ろしていたり、暑さをしのぐために水分の多い地面に首をくっつける姿が勘違いされたとか。今日10月4日はワールドアニマルデー、世界動物の日。つまらない人間世界の話にダチョウくんを登場させて、なんだか申し訳ない気もするな。この時間は、伊織圭のエッセイを、三坂理恵の朗読でお送りしました。風の歳時記、MBC 開発の提供でした。